1万5000。副賞1万5000。だから、2着3着になった、なれば、マイナス2、3000円で済むっていうね。で、もし1着になったら、10万ぐらい払い戻しが来ると。10万円。3万が10万。いや、地震度 B だから、明日、福島記念、あ、これ、明日福島記念地震度 A。単勝、5番人気以下の馬を買うから。5万円分。あなたは100万。明日は100万。明日はエリザベス女王杯は地震度 B だけど、福島県は地震度 A だから。明日は期待しといて。明日はマジで自信ある。だから5万いくから、その馬に。100万いくね、来たら。来たら100万。でも自信ある、かなり。明日はね。まあ、あの馬しか見えないから。いや、もうこの馬がなんでこんな人気ないのっていうぐらい、あ、おかしいから。明日はもう勝負。福島記念勝負しろ、明日。まあでも、エリザベス女王杯も、まあ5万円ぐらい行こうと思うけど、だから10万行く明日。だから10万行くためにも、KI ノーテックには、ここを勝ってもらうしかないんですよ。明日の軍資金を稼ぐために。KI ノーテック。いや、勝つ時来たら、あれだよ。渋谷で、逆立ちしながら、あれだよ。横断歩、スクランブル交差点を逆立ちしながら、あれだよ。チン、裸でやってやるよ。勝つ時なんか来るわけじゃない。裸でね、渋谷のスクランブル交差点を逆立ちして、歩いてやるし。勝つ時なんか来たら。来るわけねえだろ、勝つ時とか。もう完全にバカ馬だよ、勝つ字とか。じゃあ、まあ、このね、感じで、まあ、KI ノーテックが一着になることをみんなに祈ってください。じゃちょっとコメントをね、コメントを消しますんで。絶対、勝つ字なんか買わない方がいいよ、あんなの。もう。勝つ字だけはないわ。3番人気の勝つ、3番人気でしょ、勝つ字。これが4番手あたりで折り合って最後直線抜けてる KI ノーテックが。それを私は、まあ3、4番手あたり言ってほしいね。KI ノーテック。まあ5番手あたり、3番手は5番手あたりにいれば確証よ。KI ノーテック。なんですが。で、しかも1000メートル通過が62秒。12月3日まで16日間の騎乗停止という、制裁が発表されております。さて。もうスローになってくると。まあ、平均で流れても多分いけると思うけどね。KI ノーティック。KI ノーティック。ラジオ日経佐藤泉アナウンサーの実況。あ、3番人気になっちゃうな。いや、絶対成長分。あの調教で脂肪はないわ。脂肪だったら、もっといっぱいに追うって。じゃあちょっと、消しますんで。ネタバレ怖いね。競馬場今日のメインレース第11レース第52回デイリー杯2歳ステークス G2 気合い乗ってくお願いします。本当にもう明日の軍資金ください。あ、もう3着以内でもいいです。3着以内でもマイナス2000円とかで割れれば御の字です。各馬の枠でも言っちゃもう本当にでも調教も良かったし調教師も太めじゃないっつってたし、馬なりであの調教タイムを出せるってことは、相当調子がいい。プラス20。だ成長分と俺は思いたい。本当に。頼むぞ、KI ノーテック、スタートしました。ちょっとばらついたスタート。え、ちょっと待って。ロード左後方からになりました。あ、ロード左側でよく7番の閣僚が飛び出します。1番のリード。追い上げて4番メガリージョン上がってきて、外に出して先頭に並んでいます。まずは先頭の勝利。先頭7番閣僚に外4番メガリージョンこの2頭あとは2馬身差3番手3番手8番の勝地が外から1番のブロンティア3番手のうちに控えます。そろそろ行ってほしいね。3番ジャンダルムそして5番のおいいえ5番だっていいね。ちょっとずるずるっと4番メガリージョン下がってよしメガリージョン引いたよし
メガリージョンさえだ、デムーロ。メガリージョンいらないから。これ3着以内入る確率高まった、気合いの。メガリージョン死んだね、これ。頼むよ、これ。よしよし、メガリージョンもう終わった、これ。頼むよ、これ。気合いのテック。引き離しました。四馬身のリード。二番手、八番の勝地が追走で。勝地や、こんな勝地来ない。二番、三番手に二番のフロンティアが追走。残り600切りました。600。その外から敬愛ノーテック並びます。敬愛ノーテック。いいよいいよいいよ。これ上がってきてこれ。ジャンダルムと続いていって馬群は四コーナーカーブから直線に向いて。閣僚先頭でリードが、はい、閣僚先頭。二馬身と詰まってきました。詰まってきた。八番の勝地が二番手。外に出してムチが入って二番のフロンティアが現在三番手から二番手に接近。抜けたのは勝地。残り200を切って。内立ち沿いから3番のジャンダルムが一気に先頭を奪うか。3番ジャンダルム、8番の勝地、ジャンダルムが抜けた。3番手2番のフロンティア、3番ジャンダルム先頭でゴール。え、ちょっと待って、 KI ノーテックは追いつくまでが早かった。3番のジャンダルム一気に内から突き抜けました。え、 KI ノーテック1分36秒3。どうなんこれ。え、勝地何着やったの。勝地2着3着あぶね。3着三着来た。気合いのテック。コーナーを回るときには危ねえ。よかったね。コースを取ると鮮やかな足を送る。危ねえじゃん。三着いいよこれ。一気に一旦先頭。危ねえ。カスジを捉えて。危ねえ。ゴールを駆け抜けました。時計は二倍。二倍。2.1倍ついたら勝ちなんだ。上がりゴールまでの800m。危ねえマジで。600m、35秒3でした。三着争い最後は2番のフロンティア、そして5番の敬愛ノーテック。どっちだかどっちこれ。接戦になっていました三着争い。いや勝地だから俺1着だったらやるよ。勝地三着争いは接戦です。勝地1着だったら。5番の敬愛ノーテック3着に上がっています。4着だったらもう最悪なんだけど。場内ご案内。どっちやんこれ。敬愛ノーテック。お知らせいたします。はい。京都競馬第11レースで、うん、4番、メガリージョンは、メガリージョン他の馬に関係なく、馬体に故障を発生したため、うん、3コーナーで競争を中止しました。実況に大丈夫か、死んだんじゃない。ぐるっと下がる形になってしまいました。ほんで3着で信じていい。3コーナーでジョッキー下馬競争中止ということになりました。3着で信じていいの。勝ちましたね。たまにあるから4着になる。ジャンダルムです。アッゼニ騎手が騎乗、池康俊調教師の勘弁でした。たまにね、リスナー嘘ついて4着ってことがある。この決闘ですよね。2着には8番の勝地、3着争い接戦模様の中、わずかに5番の敬愛のテック。おお、いいね。こちらがですね、単独の3番手を確保しております。危ねえ、マジで。こちらはですね、3着でいいよ、もう。3着で。5番人気でした。7.3 倍です。生まれんは3番、8番、15.5 倍。副賞は何倍かね、これね。8番で 32.4 倍です。3連複は3番、5番、8番。いや、ガミルか、ちょいプラスか、どっちか。3番、8番。ガミルか、ちょいプラスか。132倍というオッズが示されております。さあ、それではレースを振り返っていただきます。いや、1.5 は出しちゃって、1万人気飛んでるんだから。さあ、関根さん、そこそこつくでしょ。1万人気飛んでるんだから。非凡というふうにおっしゃっていたと。前走、重い馬場で勝ってる8番が、その両馬場ではしっかりと2着と。最後に、改めて強調した5番が3着と、お見事でしたね。いや、まあ、そうですけど。いや、でも、俺で、あれだよね。先週もね、外れだとは言っても、カシアスっていう馬を2着になったんだよ。カシアス。知ってる？なんか2歳戦あったじゃん。先週も。あれ、本命にカシアスをしたんだけど、2着だったんだよ、カシアス。1着が、忘れたけど、なんだかんだ馬券圏内に、こう持ってきてるから、俺は。馬券圏内。なんだかんだね、馬券圏内に持ってきてる、俺の本命は。うん、いや、だから、カシアスは単勝で勝負して負けたんだよ。副賞勝ってなかったから。だからいいんじゃない？だから、ね、これを参考に、ね、買った人は儲かってると思うよ。これを参考に買った人ね、KI ノーテックを、ワイドとかでね、ワイドでジャンヌ・ダルクとね、KI ノーテックのワイド1点買いとかできるじゃん。ヨッサンが教えるから、自分はジャンヌ・ダルクだと思うんだけど、KI ノーテックも、あれだからってね、両方の予想を加味して買ってる人もいますからね。うん。でもさ、
自分の本命がさ、3着以内に入るのとさ、着外じゃ全然違くない？だから3着以内に入る場って馬券の圏内ってわけじゃん。